皆さんこんにちは。ドライアイ MGT 論文数世界第一、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは Q&A。 納豆やオクラのネバネバで涙のムチン成分は増えますか、というご質問をいただきましたので、そちらにお答えしていきたいというふうに思います。で、今まで涙の油にいい食材、サバ缶ですとか、イワシ、それから、アマニ油、そういったオメガ3をご紹介してきましたけれども、今回は、この涙の中に含まれるムチンという成分ですね、そちらを増やす食材についてのご質問がありましたので、そちらに関してお答えさせていただきたいと思います。そもそもですね、涙の中の、水、それから油、そういったお話よくしてきましたが、水、油、そしてムチン、詳しく言いますとこの3成分が涙を構成しております。で、再表層からは皆さんよくご存知の油ですね。そして油は 99% の水が蒸発しないために再表層にあります。で、そして 99% のお水の中にムチンという成分が濃度勾配を持って、溶けておりまして、そして、角膜、この黒目、この黒目の上に涙が乗ってるんですけれども、黒目と涙をくっつけているのがこのムチンというものになっています。なので涙の中に溶けているムチンと角膜、黒目と涙をくっつけているムチンというのは、正確には同じムチンでも違う種類のムチンなんですけれども、ムチンが、のりの成分ですね、角膜と涙をくっつける糊のような役割を果たしているムチンがあって、そしてそのムチンが減ってしまうタイプのドライアイというのもあります。ムチンは単独で行動しているというよりは水の中に溶けていますので、ムチンだけが減っているというドライアイっていうよりは、水とムチンが一緒に減っていたり、またはそのムチンと油が一緒に減っていたり、もちろん水、ムチン、油全部減っていたり、いろいろなタイプのドライアイの方いらっしゃるんですけれども、このムチンを増やす、そういった食材は何なのかという、そういったご質問です。ちなみにですね、ムチンの成分を増やす目薬という、ムチンだけを増やす目薬というのがコースターですね、ムコスタ UD、 それからレバミピド10眼、レバミピド3点、こういったものはムチンだけを増やす目薬というふうになりますけれども、こういった目薬を使わずにムチンを増やす成分が食べ物としてあるかといったものです。で、よくそのネバネバといった、ことで、この納豆、私も大好物なんですけれども、こういった納豆を思い浮かべると思うんですね。納豆、それからオクラ、から山芋、こういったネバネバとしているものが、いかにも涙の中のムチンを増やすようなイメージがあるかというふうに思います。なので、今回のご質問ですね、納豆で涙の中のムチンが増えるか、これの質問に対しての答えは、ブブー、実はノーなんです。で、なぜノーなのかということの理由と、そしてじゃあ何を食べれば涙の中のムチンが増えるかというお話を今日させていただきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。そして本日の動画がためになったと思われましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。また、ベルマークをオンにしておいていただけますと、新しい動画の見逃しがありません。ということで、納豆、オクラ、山芋、そういったものでムチンは増えない、その理由としましては、ムチンというネバネバ物質の総称として使われることが多いんですけれども、このネバネバですね、こういった植物性のネバネバはタトと呼ばれる物質なので、正確にはムチンじゃないということが最近分かってきております。北里大学の牛田教授によりますと、日本では山芋、オクラ、納豆などのネバネバ物質を見た目でムチンと呼ぶ習慣があるけれども、また広く流通している辞典などにもムチンとして記載がある場合があるんですが、これらの多くの物質は
別の物質で、この中に含まれているネバネバ物質の構造から言ってもトリチンではないということが研究から明らかになっているですので、ムチンと誤解されている場合も多いですが、実際のところはこれはムチンではありません。ムチンっていうのは科学的に動物のミューカスを語源としているそうなので、動物の粘液の成分、ムチン型糖タンパク質、タンパク質に糖が結合した物質、これをムチンというふうに呼びます。なのでこのムチン型糖タンパク質というのは植物には存在していないとのことなんですね。つまり動物しかこのムチンを持っていません。なのでこのムチンのイメージはネバネバではなくて、実はツルツル、ヌメヌメだということなんですよ。ムチンは今言いましたように糖プラスタンパク質といった多糖類のことなんですね。ムチンは熱に弱いという性質があるので、食品からもしムチンを取る場合には加熱しすぎないようにする、それが大事だということです。でムチンはさらに水溶性の物質ですので、加熱調理してしまうとムチンが食材の外へ出てしまうということなんですね。なので加熱しすぎは注意、それから加熱するとムチンの重要な成分が外に出てしまう。じゃあどうやって食べたらいいかということですが、汁ごと食べるのがおすすめということなんですよ。なので、何を汁ごと食べたらいいかということを最後お伝えさせていただければと思います。ムチンを多く含む食品、ベスト4というのがありまして、まず1番、ツバメの巣。ツバメの巣、なかなかその辺のスーパーとかで食材として買うこと少ないかと思います。ツバメの巣っていうと、竹取物語ですよね。ツバメの巣を取りに行くというようなストーリーありますけれども、中華料理でよくね、高級中華料理でツバメの巣っていうメニューがあるかと思いますが、それ汁ごとね飲むのがおすすめらしいです。そしてもっとメジャーなもので言うと2つ目、うなぎね、ぬめぬめ、それからツルツルですね。うなぎを、加熱調理しないで生で食べるのは難しいですので、汁ごとっていうことなので、うなぎのスープとかいうのあるのかな、ちょっとよく分かりませんが、うなぎがムチンが豊富だっていうことです。それから3つ目、土壌。これもね、加熱調理しないで食べるのは難しいのかなと思うんですけれども、うなぎ、土壌、そして最後にエスカルゴ。このエスカルゴもナメクジですよね。エスカルゴもガーリックと一緒にね食べるとすごく美味しいんですけれども、これも汁ごと食べるのがおすすめってことです。ですのでうなぎ、土壌、エスカルゴ、そういったものは加熱調理して食べるとき汁ごとぜひ食べてみていただければというふうに思います。これがムチンを増やす食材ということのまとめでした。なので納豆、オクラ、山芋、そういったものを食べても涙の中のムチンは増えません。増えるのはツバメの巣、土壌、うなぎ、エスカルゴでしたので、そういったものを食べてみてください。で、目薬として手っ取り早くですねムチンを増やそうというものでしたら、ムコスタ UD 点眼、それからレバービビド3点、こういったものがあります。他に、水も一緒に増えるという目薬でしたらジクアス、それから、水と油とムチン全部増えるということでしたらジクアスエレックス、こういったものがありました。ではでは、本日はムチンの話をたっぷりさせていただきました。最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。